日本人の覚醒が世界を変える御神桃神館雨土朝華塾塾長の丸彦の本タウのことをおお伝えすするお時間です今日はですね本タウのことということで、えー、皆さん間違った、えー、行いをしてるということについてお話をしたいと思います。 まあほとんどの日本人が今間違えてしてしまっている、えー、挨拶というかね作法があるんだね。えー、これ、えー、杯ですね、えー、これにね、えー、今何も入ってませんけどね「えーまあ、乾杯」ってやりますよね。乾杯ってやっててや まあお酒をいただいてねあーパーティーなんかね、えー、よくありますから、えー、日本中いろいろなところで乾杯っていうね掛け声をして杯、えー、を開けるということをしていますがこの行為そのものが間違いだということなんだねいや行為ではなくて行為の時に 乾杯とととといいいうう掛け声をするここ自体が間違いだということなんですよどういうことなのかというと私はねこの「本田の先輩の中そして「雨土八坂塾」の中で「本田のことって何なのか」ということをお話をしていてその中の一つとしてこの「乾杯」の話もしています。 乾杯とは何なのかというと、この元々もとの語源について知る必要があるんですね。これは日本でのしきたりの作法ではないんですよ。うん、日本では何と言ったのかというと、うんえー、杯をあげて、えー、挨拶をする時の発声は、ですね、乾杯ではなくて嫌さかと発声するんだよね。 これがいつの間にか癒さかではなくて乾杯という、えー、言葉に置き換えられてしまったんだねこれは大きな間違いなんです日本文化を要するにダメにしていることの一つなんですよ、えー、日本酒メーカーさん、えー、日本のね酒造メーカーさんはきちんとしたところはこれはご神事の一環としてお酒を作ってるんですが そういった伝統文化に基づいてきちんとご神事をしている酒造メーカーさんでは絶対に乾杯とは言わないんですね必ずいやさかという掛け声をしますですでので私の生徒さんがみんなでね懇親会をする時は「絶対に乾杯とは言ってはいけないよ」「必ず「いやさか」って言うんだよっていうことで「いやさか」と言って皆さん灰を開けるんだよね。 じゃあ「乾杯」と「癒やさか」というのはどう違いがあるのかというと乾杯というのは乾かすすと書きますよねあれはね戦国時代にね戦いに行くときにお酒を飲んでこの杯、えーえー、をね飲み干したらこれをガチャーンって床に叩き割ってねこれから、えー、戦争に行って相手を殺してくるぞ 俺たち俺は、えー、相手を殺して自分は無事でまた戻ってくるぞ戻ってくるみんな、えー、相手を殺して自分たちはまたここに戻ろうというそういう挨拶の音だったんだよ。だから幸せにななる音ではないんだよね物事の、えー、には言霊というものがあってね言霊に込められたエネルギーがあるんだよね意識があるんだよ。 だから「乾杯」というふうに発音すれば発音するほど自分だけが良ければいい相手を殺しても自分が良ければいいんだというようなそういうエネルギーに満ちるんだよね。だから結婚式でね長渕剛さんの「乾杯」を歌うとねその、えー、夫婦は後に離婚するなんていうのはね冗談ですけど、えー、そういうようなこともありえな ありえたくないなぁなんて思ったりしますということで本当にね乾杯ってよくないんですじゃあ八坂ってどういう言葉なのかというと共に栄えるというそういう、えー、言霊なんだよね だからこうやってみんなでね、えー、お祝いのね席でみんなでイを交わす時に、えー、みんなここにいる人たちはねみんな一緒に共にね良くなっていきましょうみんな仲良くなっていきましょうっていう言霊として「癒やさか!」って、えー、変えた方がいいんだよねねここのことは、ね、やはやりね。 圧倒的に日本人の多くの方たちが知らないで間違った言霊を出してますのでこれを見てねあいい言霊だなぁと思ったら、えー、まずはね、えー、自分の身近の人にだけ教えて例えば家族だけとかね友達同士で、えー、これからね私たちは乾杯という言霊をやめて「癒やさか」っていう言葉にしましょうよと提案をしていただいたらよろしいんじゃないかなと思います。ということで。 今日もね、最後まで見てくださってありがとうございますいやさかじゃ、またねーいやさかー